鹿島槍ヶ岳は、富山県黒部市、中新川郡立山城及び、長野県大町市にまたがる後立山連峰の標高2889メートルの山。中部山岳国立公園内にある、後立山連峰の名手とされる。山頂は、南方と北方からなる総除法で、釣り尾根と呼ばれる、なだらかな稜線でつながっている。山頂部は、 森林限界を超える鉱山帯で1922年10月12日に多くの鉱山植物が自生する白馬岳や五竜岳を含む周辺の西面は白馬連山高山植物体の特別定員年記念物に指定された。日本百名山、花の百名山、新花の百名山の一つに選定されている。旧北安住郡にあった旧宮佐村を代表する山として、 鹿島槍ヶ岳の帳簿が、新州ふるさと百二十山の一つに選定されている。鶴木岳、立山、唐松岳と並び、日本では数少ない氷河の原存する山である。古い異名では、越中の奥山周り、御用がこの山を後、立山と呼び、江戸時代後期の国境見回りの記録絵図には、坪国を経由する道路を記している。後立山は、鹿島槍ヶ岳に、 ヒザルカ、山岳第11年第30号鹿島は、平家の落ち武者が住んだと伝えられている、麓の集落の地名である。その鹿島は、周辺の地域を襲った大地震や水害を避けるため、鹿島明神を誕生したことに由来している。鹿島山と高たるは昔鹿島明神出現、有リとてこのところに祭りりより今に、この名あるなり、神父陶器12月大正初期に、 陸地測量部が、この鹿島集落にある尖った山頂の山を、日田山脈南部の槍ヶ岳に対して、鹿島槍ヶ岳と呼ぶようになった、伝えられている。新州側では、総除法であることに由来する、清比べ岳や、大レーサーの原頭部に現れる鶴と獅子の雪型の模様に由来した鶴が、竹と獅子岳と呼ばれていた。北東斜面の谷部の角根座とは、 平家の落ち武者の隠れ里が点火したものと伝えられている。フォッサマグナに声援に位置し、隆気により山脈が形成された。山頂部はアダメロハン岩からなり、大部分の山体は角栓石黒雲木花崗岩からなる。当面は日本海の北西から季節風により大量の積雪があり、氷気の氷河により氷色作用で急峻な斜面が形成された。西面は 当面と比較するとならだかで非対称産業となっている。北方から伸びる天豪根の北側の鹿島川の支流である大川沢源流部の角根里には万年雪が見られる。角根里に氷河が現存するのか、立山カルデラ砂防博物館の研究員により調査が行われ、2018年1月に角根里設計が国内4例目の氷河であることが確定した。 山の上部は森林限界の廃末帯で、小山の遠藤、品の金梅、高根爪草、高根松虫草、高根耳草、チングルマ、東薬林道、白山風炉などの多くの高山植物が自生し、内鳥や星ガラスなどが生息している。周辺は豪雪地帯であり、東側にはいくつかのスキー場がある。近代登山の対象になったのは明治の終わりで、 大正末期から昭和初期にかけて大学の山岳部により東半ルートが開拓された。新州側の岸壁と沢筋などの東半ルートは吉田次郎により鹿島やり研究にまとめられた。赤岩尾根の登山ルートの麓の鹿島集落の民宿には近代登山以降の登山者の登頂記録帳が保存されている。大木沢からの柏原振動を利用して一泊二日で、 往復するか、後ろ立山連峰重走時に登頂されることが多い。積雪期には赤岩尾根や円剣尾根からのルートが利用されることがある。一般ルート G 型家から望む鹿島槍型岳から西に伸びる登山道がない牛守備根が松本清長の小説、遭難で遭難したルートのモチーフとされた。宇宙王の稜線上の布引山と G 型家との安部付近に 霊地山荘がある。五竜岳と鹿島や槍ヶ岳の間の八方キレットは、後ろ立山連峰の登山道で、最も難所とされていて、鎖やはしごのかけられている岩場であり、通過には十分注意が必要である。大キレットと、吹きキレットと共に、日本三大キレットとされている。山頂から西に伸びる、牛守備根には登山道はなく、松本清張の小説。 遭難で遭難ルートのモチーフとされた。バリエーションルート岸壁東半ルート両線の暗部などの登山道には山小屋とキャンプ指定地がある。登山シーズン中の一部期間に友人の営業を行っている。最寄りの山小屋はキレット小屋と霊地山荘で柏原新道の登山口周辺には一般の宿泊施設がある。積雪量の多い地域であり営業期間外には閉鎖される。 黒部川原流部と写真右上の鹿島槍ヶ岳がある。峰が、後ろ立山連峰なる沢岳から望む、後ろ立山連峰の山並み。右側が、鹿島槍ヶ岳、五竜岳、唐松岳、白馬岳へと稜線が伸びる。飛騨山脈の北部に位置し、後ろ立山連峰中央部の主稜線の富山県と、長野県の県境上にある。山頂の 約 0.5km 東北東に北方がある。北方から南東に東尾根が伸び、その途中から北東に天狗尾根が分岐する。天狗尾根の北側には、角根里と呼ばれ、変ール地形の U 字型の谷部があり、遅くまで設計が残る。南方からは南東に鎌尾根が分岐し、西側の牛首山方面に尾根が伸びる。南側の連なる稜線の布引山の南面には、 戦場大地があり、小さな地島の池の霊地がある。後ろ立山連峰の西側には、黒部川を挟んで、剣岳と立山などの立山連峰が退治し、両者は南側へ両線が伸び、三つ股連下岳で合流する。以下が源流となる河川で、日本海へ流れる。鹿島槍スキー場と鹿島槍ヶ岳立山黒部、アルペンルートの関電トンネルとロリーバス。 大木沢駅の北北東 7.6km に位置する。南東三六の鹿島川右岸に長野県道325号白畑大町線が通る。西山北を黒部トンネルが貫通している。深田久也は1965年に第16回読売文学賞を受賞した日本百名山の著書で鹿島槍ヶ岳の山陽を北槍と南槍の両 峰がきっとせり上がっていて、その二つをつなぐ、やや傾いた、釣尾根、その品の、いい美しさは見飽きることがない。深田久や、日本百名山と表現している。遮るものがない山頂からは、西に黒部川を挟んで退治する縦山連峰、北には後ろ縦山連峰、東には、首木山海、浅間山、八ヶ岳、富士山、南アルプスなどの山並み、南に、 日田さんも役南部の山並みを望むことができる。ありがとうございます。